はい、皆さんおはようございます。ハリウッドスターを目指す男、ラモスです。335名のファミリー、皆さん本当に皆さんいつもありがとうございます。ありがとうございます。すいません、ちょっとまた時間が空いてしまったんですけど、まあ、月曜日のねスタートということで、動画を回しております。最近ね、高校、または、大学のあまり仲良くなかった仲良くなかった、子たちからのね、こうなんかメッセージというか、こうリアクションが、あり、多分こうなんか地元とかで集まった時に、あの時のあの人なんか今変なことやってるよみたいな変な噂をねしてくれてると予想してます。ありがとうございます。はい、まあそんな方々にですね、またこう、まあ、いつも見てくださってる方、まあ、15名ほどの方には、同じ内容としてまあ重複してしまうんですけど、まあ、僕は福岡県出身の、小田部小原北中、福大附属、大濠高校で関西学園で、そこから多分1年半半年ぐらい図書館にこもって、本を読みました。でホットモットで弁当を買って海岸で昼ご飯を食べるっていう生活をね本当に半年してたんですけど、まあそんなねこう何事もないゆったりとしたですね日常の中で、パッとですね電話がかかってきまして、プルデンシャルの、採用担当の方です。でそこからねプルデンシャルに入りまして、約1年間ですね、まあ、戦ったわけなんですけど、まあこうなかなか売れずに、まあ目先の利益というか、こう本当に上辺だけのかっこよさを優先してしまったがゆえに、借金を抱えてしまい、そこからまあホームレス生活を1年半する。でそこからまあ夜の世界に飛び込もうと思って歌舞伎町、上京するわけなんですけど、まあ、結局夜の世界、まあキャバクラですね、キャバクラの黒服として、ちょっとまあそんなね、まあこう一旗あげるぞとかそういう感じじゃないんですけど、まあ経験もあったんで、ちょっとアルバイトしようかなみたいな感じの流れからの、今のね、まあ仕事2店舗携わる前の、段階なんですけど、まあ、このお店のキッチンカーに、アルバイトとして加入することになり、今千葉県ですね、飲食店を、本当にいろんな方からの声です。僕一人じゃ本当何もできません、本当思ってます。飲食店を構えるっていう流れに、なって、今その月曜日の朝です。はい、なかなかとなりましたが、まあ、地元の方たちもねやっぱ見てるんで、まあ、見た目も含めて、あれ本当にあの時のあの人この人みたいなと思うんですよ。あの時のあの人です。はい、で僕はですね高校の時こう、まあ、英語は好きだったんで、まあ、勉強してたんで成績は良かったんですよ。数学とか科学とかいろいろあるじゃないですか。英語ともう一つ実は飛び抜けて良かった科目があります。はい、それはですね、美術です。はい、美術めちゃくちゃ成績良かったです。その時の評価はあれですね、5段階評価ですね。英語と美術だけ本当に5プラスぐらい評価が良かったです。まだちょっと朝時間ないんでご飯食べながら、すいません。うん、でそのね美術って本当に答えがないジャンルだと思っていて、ファッションと一緒で答えがないと思うんです。はい、だから本当に面白くて、やっぱりまあ数字って1足す1は2、青空って青空って読むんだぜみたいな、まあ、漢字もそうですけど、なんか読み方の答え、数字の答えって決まってるじゃないですか。なんかそれって本当に面白くないなっていうのに、まあ、美術もそうです、ファッションを通して本当に感じて、そっからですね、別に黄色に青を合わせたっていいじゃないですか。別に何だろう、緑に黄緑合わせてもいいし、ファッションってそこの概念がぶっ壊せて、なんか本当に僕が大切にしてるヒッピーマインド、ハングリー精神、ロック、パンク、地盤沈下、
あの逆転、下克上、その辺のこうワードをすんげえ繊細に捉えてるジャンルっていうのは、この美術、そして僕が今ハリウッドスターになり上がるための一個の商材として考えているヒッピーカスタムですね。でセブンティーズの生地にセブンティーズのメッセージをすんげえこもったパッチをカスタムして、まあハリウッド映画のコスチューム、衣装提供として世の中に繰り出していく、そういった意味も込めて、意味というかそういった、まあストーリーがすごい大事だと思っていて、ものづくりって。だから、9月ですね、アメリカに渡米して、実際にその生地、パッチを、自分で、まあ、バイングしてですね、まあこの世の中に、まあ、まず SNS を通してだと思うんですけど、こうやってですね繰り出していく、名を上げていくっていうステップに入っていこうと思います。まあ、その前提としてですね、やっぱりお金が必要なんで、今2店舗飲食店あるわけなんですけど、ここをね本当に、まあ、失敗できない、失敗っていうとちょっと荷が重いんで、負けない戦いをすれば負けませんと思ってます。はい。なんで、まあ欲を言わずに、まあ月にね、利益が2、300万とかじゃなくて、本当にまあ10万でも20万でもコツコツ積み上げていきながら、僕の本当に今までの人生を通して足りなかった僕の弱い部分である、やっぱ継続、忍耐力っていうのをですね、やっぱさらにこう磨いていって、まあ、結果的に古き良き時代の性に合うですね男になれればなと思ってますんで、皆さん引き続きよろしくお願いします。今日今から月曜日で、今が出勤なんで、やばい時間がない、やばい、パンが落ちた。はい、それでは失礼します。ありがとうございました。